ボクシング元世界2階級王者の亀田大樹氏34が4日までに自身の YouTube チャンネルを更新3日に開催された WBO 世界バンタム級王者竹井幸28イコール大橋が同級1位で元 WBC 世界フライ級王者の挑戦者比嘉大悟29イコール姿勢の一戦を振り返った写真あり 試合後、やりきった表情の比嘉大吾この試合は戦前から KO 決着の声が多く、大騎氏も比嘉選手が後半で KO すると思うとズバッと勝敗予想していた。しかし戦前予想とは異なり、一進一退の激闘が続く名勝負となった。その中で11回に武井はスリップ気味ではあったが、比嘉の左フックでダウンキッシュした。しかし12回には逆に武井が攻め続けた。 判定は115対112、114対113が2人の接戦で王者が初防衛に成功した。大騎氏は、こんな僅差の判定になるとは、予想って難しいですねと苦笑い。自身の判定も114対113で武井につけていたという。そして勝負を分けた最終ラウンド、ダウンを喫しながらも攻め続けた武井については、あそこでいけたのはお見事と称賛した。 また強くなった。あのダウンで行かせたというかチーム大橋の強さですよね。もっと上まで目指せるとまだ強くなるという。逆にダウンを奪いながらも失速してしまった日がについては、104対104が2人いたはずなんです。だから最後取った方が勝ちだったんです。最後は見てわかるように武井選手が取ったんですよと説明。その上で、あれはチャレンジャーの動きじゃない。 あそこで行けてれば2対1で比賀選手が勝ったんですよ。だからすごくもったいない。12R が全てを分けたんですよ。なんで 12R 行かなかったのか、世界が変わったんですよ。だからチャレンジャーとして行って欲しかったと残念な思いを口にした。